HBB のミレイです。さあ始まりました、 HBB のオリジナル音楽紹介番組、 HBB の FM 小座土曜の夜は何してるです。案内役を務めますミレイです。エンディです。よろしくお願いします。今夜のスタートの BGM はHBB 楽曲の中から小夏日和を聴いていただいております。現在練習中の楽曲をインストでお送りしますので、歌声を聴ける日を楽しみにしててください。ちなみに小夏日和とは何だと思いますか？本土でいう小春日和を沖縄では小夏日和とも言うそうですね。秋の季語ですね。さてさて、 HBB とは何かと申しますと、学校やお仕事が終わった放課後から好きな音楽活動をする放課後ブラスバンド、頭文字を取りまして HBB と名付けました。面白そうだな、楽しそうだな、自分も歌ってみたいなと思った方は番組までお知らせください。もちろん学生さんも大歓迎です。ちょっとしたオーディションをしてからあなたに合った楽曲を提供します。そしてこの番組でオンエアしましょう。 YouTube 等でご視聴のリスナーさんや世界のウチナーンチュ大会で来沖してる皆様にも、懐かしい写真を名護民族資料館からお借りしましたので、楽曲とともにご覧ください。それでは名護みで島の音を聞いてください。
島の音でした。来週の月曜日から世界のウチナーンチュ大会が開催されますね。今夜から大会の前日30日まで第5回のウチナーンチュ大会に感動した上原健三さんが作詞して、比嘉義晴さんが作曲して歌いました、ウチナーンチュヌ絆を聞いてください。
うちなんちゅぬ絆でした。この楽曲 CD の売り上げの一部を大会に寄付しようと作られた楽曲です。 CD が欲しいと思われる方は番組宛てメール連絡してください。よろしくお願いします。それでは You で島通りで行こうを聞いてください。島通りで行こうでした。次はルナで月の影踏みをお聞きください。
月の影踏みでした。それでは今夜は双葉のブルーベリーを聞きながらのお別れです。一緒に歌ってくれる、演奏してくれる仲間を募集しています。番組までお問い合わせくださいね。それでは日曜から始まる一週間をみんなが無事に幸せに過ごせますように、ミレイがうとうとしておきましょうね。体調には気をつけて、 HBB のミレイがお送りしました。 HBB の FM 小座土曜の夜は何してる？また来週土曜の深夜0時にお会いしましょう。それではまたんやーさい、ニヘーデービル。おやすみなさい。Thank you.